はい、どうも、イピテンスの大久保です。まだね、朝で寝起きなんですけど、これね、2019年のパフォーベターでもらったやつ。意外とアメリカでもらうなんか服って長持ちするんですけど、アメリカでもらうなんかカバンとかってすぐ壊れるんですよね。まあそれは別として、今回はですね、ちょっと YouTube っぽいネタっすね。まあ What's in your bag ってありますけど、それのちょっとね、なんかネタをやってみたいかなと思います。まあ YouTube はね、もう本当練習というか、編集したりとかアップしたりとか、まあ現代でこう生きるためのなんかそういった練習でやってるような感じなんで、ぜひお付き合いいただけたらと思います。はい、それではですね、これが普段僕が持ち歩いてる汚いカバンなんですけども、トレーナーさんと入ってるものが違うかもしれないので、ちょっといろいろねご紹介したいと思います。で、一応って知ってる人は知ってますけど、僕めちゃくちゃ収納が嫌いなんですよ。何でもぶち込むタイプなん で、まずですね、この上にこれルパフィンの、ルパフィンって言って抗アレルギーのナイフですね。かなり効きますのジェネリックです。これはね、病院行かなくても買えるやつ、言っていいのか分かんないけど、まずルパフィンでしょ。あとこれフルメトロン、これは目がよくやられるんで、このちょっとステロイドですね、これが入ってます。で TRX のペン、 TRX のこれ結構ね書きやすい。でこれサンプルでもらったノロウイルスもコロナウイルスも、まあ、撃退する、うちで使ってるアルコールのスプレーのちっちゃいやつですね。でこのバンドエイド、このバンドエイドは僕がレッスン中に怪我した時にお客さんがバッてくれたやつですね。あとこのリンデロン薬ばっかやね。でこれアルガード、なんでこれ入ってるのか分かんないですね。あとこれですね、いとこに、いとこじゃないの、おばあですね、作ってもらったなんか風水がなんか強い人が作ったやつなんですけど、いまいちねカラーが好きじゃないんでつけてないです。で髪の毛が長かったんで、このチューブと、このモイスチュライズのリップクリームですね、これ福井で買ったやつ、まずこれらが入ってます。この大きいところ、もちろんね、ありきたりの iPad とかなんかそういうのはね今回省いてます。なんか財布とかそんなのは絶対入れるもんだから。でこれですね、これもサンプルでもらった、そのジムクリーニング、なんかいろいろこう拭くやつ、ワイプするやつ、アルコール用とアルコールじゃないやつ、はい、これもね一時期ねバケツでうちで使ってたんですけど、めちゃコストかかるんで、はい、やめました。これらが入ってますね。あとあ、これも入ってるわ、はい。あとこれなんかわかります、これ、これね、インカムなんかね、一時期からね、イントラ用のこのインカムマイクを人とシェアするのがなんかもうめちゃくちゃ嫌になって、うん、それでね、自分の買ったんですよね、これで、まあ今レッスンやってないですけど、まあいつやるのかわからない、いつでもできるようになんか持ってます、はい。もうね、なんかね、人とシェアするのが結構ね、嫌になってきたんですよね。いろいろね、身内以外ね。あとね、これ、トラガン、マッサージガンですね。これはね、場所によってです。重い、まあ、結構重いんで、福井とか行くときは持ってかないです。まあ、福井に、一応電動のローラーとかあるんでね。これ結構入るんですよ。あとこれですね。これ便利じゃないですか。これアップルウォッチ用と USB-C も USB の古いやつも、ライトニングも、でこのアタッチメントつけてるんで、はい、まあ、どれか必要な時に、だいたい iPad でしょ、 iPhone でしょ、で Apple Watch でしょ、時々スイッチとかやるんで、まあ、めちゃくちゃ充電するものが多いんでこれ持ってます。あとね、なかなか使わないですけど、このアンカーのこの充電器、はい、これなんかね
任天堂スイッチを充電できるって言って海外行くときに買ったんですよね。これでもなんかほぼ使わないですね。皆さんも持ってるんじゃないですかね、こういうバッテリーは。あとこれですね、ボディシート、あとこれ使ってないけど、でこのねマウスウォッシュは僕めちゃくちゃ口内炎がもうほんと20代の頃毎日のようにできてて、んでマウスウォッシュをもうキチガイのようにするようになったら本当に出なくなったんですよね。本当に口内炎ばっかり出てきてたんですけど本当なくなりましたね。あとこれ僕必需品、必需品、うわこれもう曲がってる、もう全然使ってないですけど、このサングラス、キッチカイサングラス、これね僕目手術してからなんかやっぱねハログレアでしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、あの光がねもうほんと苦手になってから、もうほんとずっと手術してからつけてるんですよサングラス、本当に毎日のようにどこ行くんだろう、コンビニ行く時でも必ずつけてるぐらい、はい。あとこれ PDS のこれマッサージクリームですね、これマジで入れてますから、はい、もう人のケアより自分のケアですね、はい、もうマッサージガンとこれがあれば全然大丈夫っていう、はい。あとねこれねなんかに確かにサップボードかなんか買った時に本当に、はい、なんだかな忘れちゃった、このストラップね、普通のなんかクリップがついた、これは、まあ、我々あのボディーガードの訓練受けてたりとか、あの戦闘戦術があったりすると、まあ、その危険になった時で、まあ、僕らが危険に遭うことって、まあ、あるかもしれないですけども、人がなんかそうなったらね、この前なんか JR の駅であったような事件があった時にこれ止血できるじゃないですか、血止めることができるんですよ、めっちゃ早く、もうお前って、まあ、自分じゃなかなかできないですけど、まあ、こういう風にね、まあ、足刺されたとかって言ったらねすぐつけてストラップこれ引っ張るだけで血止めれますから、お子さんがいる方は持っといた方がいいかもしれないですね、本当にレジャーで怪我したって言った時とかも、はい、なんで止血バンドみたいな感じ。あとこのサイドにこれ傘、あとはもう絶対僕忘れる人間なんで、なんか今度フェスがあるんですけどフェスに行くチケットが入ってます。あとティッシュですね、あとこのフラッシュライトですね、はい、これも、危険な時があった時に使えますし、まあこういうこと言うとあれなんで、まあ、犬の散歩用っていうことで、はい、必ず持ち歩いてます。まあ、僕らはねよく使うんで、はい、こうは使うっていうよりはどっちかというとこういう使い方の方が多いかな、はい、これはフラッシュライトですね、もうこんぐらいかな、はい、超つまんねえ企画じゃないですかこれね。まあこれねなんか心理学がなんかあれですけど、これあんま良くないんですよね、こういう状況ってね、あんまり物を持ち歩くってなんか心配性というか神経質な人の特徴らしいですけど、あの僕はまあ結構神経質ではあるんですけども、まあ、一番はねもう忘れるんですよすぐ、めちゃくちゃもう常にこう焦ってるんで、とにかく何でもかんでも忘れる。あともう一個あった、これ絶対忘れちゃいけないです。じゃあこれビブラン、シューズ、これも必ず入れてます。これこのバッグも買えないんですよね、もうなんかあじゃあこの日はこのカバンとかってやってると必ずなんか忘れるんで、もう絶対にもう仕事とかオンオフとかって分けたりしても絶対に忘れるんで、あの絶対にバッグは買えないようにしてて、まあ、傘とかはね全然いいんですけど、あのこの靴とかインカムとかは仕事行った時絶対忘れちゃいけないものなんですよね、だから必ずあの持ち歩いてます。で特に靴は海外行った時もそうですし、
もう絶対にこうトレーニングしたいんで、なんで忘れるともう大変な、まあ、海外って大体土足で入れるんですけど、やっぱ自分のモチベーションの上がる靴でやりたいっていうのがあるから、そう、必ず持ち歩いてます。まあ、トレーナーさんってこう何持ってるかよくわからないですけども、いろんなことを考えてですね、いろんなものを持ち歩くっていうのも、まあ、人それぞれ悪くないと思いますんで、ぜひね、まあ、緊急事態とかに必要なものっていうのはなんかある程度用意しといたらいいのかなと思います。意外とね、ジムでも事故ってあるんですよ。本当バーベルバーンって顔面に落ちて血吹くとか本当にありますからね。バーベル頭に当たってもう出血してとか、はい、特にベンチプレスでここバスって切ってプスって血出るとか、はい、年に何回あろうか分かんないですけど、そういう事件が僕が勤務してる時でもあったんで、はい、トレーナーさんそういったことに対応できるように、しといた方がいいかなと思います。はい、まあちょっとつまらない企画だったかもしれませんが、ここで終わりたいと思います。チャオ。